ようやく目覚めたか、囚人。近頃は公正に精が出ているようですね。主もお喜びです。ですが、あまり浮かれることのないように、あなたの周りで何やら妙な気配がうごめいています。わざわざ忠告してやったんだ。せいぜい気をつけるがいい。なあ、この方程式とかよ、将来役に立つのか。役に立つかはともかく、この程度できないようでは回答として先が思いやられるな。俺はほら、頭脳より体力で勝負って感じだし。あ、やべ、自分で言ってて悲しくなってきた。世間の反応見たかよ。学校の奴らもその話で持ちきりだぜ。未だに支持は低いが、少しずつ認識され始めているのは確かだろうな。だよな、だよな。こう確実に階段を上ってるっつうかさ。俺らみたいなのでも困ってる奴らのためにできることがあったんだよな。俺思うんだけどよ、この勢いでどんどん改心させてきゃ、いつか俺たちなら。あんたはちょっと浮かれすぎ。アンドノの言う通りだ。お前はすぐ調子に乗るからな。うっす。それにパレスだってそうそう現れるもんじゃないぞ。気長に待てということだろ。んなこと言ったって困ってる奴はまだいくらでもいるぜ。あ、じゃあさ、メメントスに行ってみない。お、いいかもな、それ。確か会ちゃんにも書き込みが。でしょ、次のターゲット探しまで時間かかりそうだもん。マダラメを改心させたことでメメントスの行けるところ増えてるかもしれないし、モルガナの記憶の手がかりもメメントスにあるかもなんだよね。さすがアンド。決まりだな。よし、にしても相変わらずわけわかんねえとこだよな。メメントスってのは人の集合的無意識が生み出した、いわば大衆のパレス。何が起きるかわからない。油断は。どうした。あれを見てみろ。何あれ。ほう、美しい。北斎のそれを彷彿とさせる絶妙な色合いだ。北斎。すまん、俺の例えが悪かった。あ、てめえ今ちょっとバカにしただろ。これは、あ、おい、ジョーカー、危険かもしんねえぞ。うわ、なんだ。おい、気を抜くなよ。ってことはここもメメントスなの。わからん、だが少なくともここはパレスじゃない。それは我が輩が断言できるが、しかしこの状況は一体。はや、ん、どうしたの急に黙って。お、お前ら、あっち見てみろ。嘘でしょ、島が浮いてる。何なのこれ。あなたの周りで何やら妙な気配がうごめいています。一体何が。食料、燃料、あと入り用な。お
向かわれたのでは？そのつもりだったんだが、ちょいと物資の残りが危なかったもんでな。それはそれは、そういうことでしたらよろずやシェロちゃんにお任せ。しっかり準備を整えてバルツまで頑張るつなんて。それはありがたい。シェロカルテ殿の手配ならこちらも安心だ。ではでは、こちらの紙に必要なものを。てめえらどこのもんだ。ん？路地裏の方ですね。喧嘩でしょうか。あの声の様子、話し合いで済む雰囲気ではなさそうだ。ん？四人と一匹？妙な格好の奴らだな。聞く詩じゃなさそうだな。そうですね。どういう人たちなんでしょう。マークさん、これじゃ話になんねえ。なんだその態度は。やろうってのか。おいおい、あのままじゃ喧嘩になっちまうぜ。待つんだ君たち。もうスカル勘弁してよ。心臓バクバクだったじゃない。わ、終わり。急に絡まれたんでつい。なかなか。ああ、よかった。怖い人ばっかりじゃないんだ。私たちここがどこかもよく分かってなくて、とにかく助かりました。ありがとう。で、こんなとこで何やってんだ。お前らこの辺のもんじゃねえだろう。それで聞きたいことがあるんだが。うわっ、おめえしゃべれる。しっけえな。我が輩を何だと思ってる。いや、てっきりおいら猫の魔物かなんかかと。猫じゃねえし、我が輩は人間だ。というかトカゲに言われたくねえし。な、おいらはトカゲじゃねえ。そうか、どう見たってお前だって人間じゃねえだろ。なんだと貴様。あ、まあ、B 君も、そちらのキャワユイ君もそれくらいにして。ぐにゃにゃ。どうするよこれ。あらてか。ああ、いえ、シェロさんは味方です。警戒しないでください。あまり騒ぐとケンペイさんがやってきてしまいますので、一旦近くの倉庫に避難しませんか。賛成だ。さっきの騒ぎでヤジ馬が集まってきやがった。そちらの皆さんもよろしいでしょうか。って言ってっけど、少なくとも彼らから敵意は感じないな。喧嘩の仲裁にしても平和的にことを収めてくれた。人に囲まれたら厄介だよね。私たち今の状況もうまく説明できないし、とにかく今はここを離れてこの人たちから話を聞いた方がいいんじゃない。そうだな、連れて行ってくれ。しかしこうして誘拐される展開を映画で見たことがあるな。怖いこと言わないで、シャレになってないから。見慣れない料理だな。まあ、せっかく用意してくれたんだし食べてみようよね、スカ。うんま。これ何の肉だ、このハムみてえの。芳醇にして飽きのこない味だ。特にこのソース、酸味と甘味の調和が絶妙だ。聞くまでもなかったか。俺たちも食べよう。それでポートブリーズ
ったっけ。ああ、正しくはポートブリーズ群島のエインガナ島だな。俺たちの気空団は空の果てを目指してんだが、この町で物資やらを買い足してたんだよ。ポートブリーズ、エインガナ島、気空団と、とりあえず日本じゃねえよな。ポートブリーズなんて場所どの都道府県にもないよな。耳にしたことはないな。そもそも島が空に浮いていることが普通じゃない。そうそう、それがそもそもありえなくない？あの人たちが言ってる気空艇っていうのも飛行機とも飛行船とも違う形だし。言葉は通じっけど街も人も海外のファンタジーって感じだよな。シャドウがいれば我が輩にはそれがわかるからな。だからひとまずここがパレスでもメメントスでもないことは我が輩が断言できる。ただ我が輩たちのいた世界とは何もかもが違いすぎる。お前たちの目にも焼き付いてるだろう、あの空に浮かんでいたいくつもの島を。にわかには信じがたいが、ここはもう一つの現実、いわゆるパレスやメメントスとは異なる別の世界と思った方がいいだろうな。でもそしたらなんで私たちメメントスからこの世界に？それにどうやって戻れば。わからない。何しろ情報が足りないからな。今はここがパレスでもメメントスでもないということをただ受け入れるしかなさそうだ。それで今度は君たちのことを教えてくれないか。変わった装いに、まだかなり年若いように見える。気空団を含めたいろいろなことに少々疎いようだが、君たちは一体何者なんだ。異世界の奴らにどこから説明すりゃいいんだ。I'm from Japan。 なんで今さら英語、さっきまで普通に言葉通じてたし。それよりも何と名乗るかが問題だ。正直に怪盗団と名乗っていいものか。ここで警察に捕まりでもしたら元の世界に戻るどころの話じゃなくなってしまうぞ。しかしな、我が輩たちは怪盗以外の何者でも。怪盗？やっぱりお前らそうなのか。いや、その私たちは怪盗って言っても悪いことしてるわけじゃ。道理でな、シャノワールとは雰囲気が違うが怪盗でございって感じはしてるぜ。ああ、なんつうかいかにもって感じだよな。はい、かっこいいです。あれ、なんかナチュラルに受け入れられてる感じ。かっこいいか。おいおい、また厄介なことになってんなお前ら。異なる世界をつなぐ光か。水晶樹？それが手がかりになるの？我が輩たちは何としても元の自分たちの世界に戻りたいんだ。いや、戻りたいっつうより戻らなきゃいけねえ。そうだな、心の怪盗団として俺たちにはまだやることがある。話を聞かせてほしい。飛空士として困ってる奴らは見捨てておけねえもんな。なるほど、星の民に星小獣か。そんな何でもありな連中なら確かに我が輩たちの世界に何か干渉してきた可能性もあるな。まあ何でもありというわけでもないと思うが、
星の民や聖少女については君たちの言うパレス同様分かっていないことも多い。だが相手が聖少女なら私たちには君たちが元の世界に戻る手助けができるだろう。いやしかし怪盗団としてただ世話になるわけには。さっきから気になってたけど、ここにあるのってこの世界のアクセサリーだよね。中世ヨーロッパ風っていうの？とりあえず超可愛い。あ、ルリアちゃんだったよね。こういうネックレスとか普段つけたりするの？あ、ルリア、お呼びだぞ。ああいう女の子らしい会話もいいんじゃないか。パンサーさん、お二人は仲がいいんですね。君は礼儀正しいんだな。しかし慣れない状況で礼にまで気を使っていては肩が凝るだろう。私たちは気にしないから君のやりやすいように話してくれ。ではお言葉に甘えて。話を戻そうか。ルリアは私にとって家族のような存在なんだ。それこそ命を懸けてでも守りたいほどのな。確かにあの可憐でたおやかな姿、守りたくなる気持ちもわかる。うん、どこか二人きりになれる場所はないだろうか。いきなり何を。初対面です。それは。ん、そうか。ぜひとも絵のモデルになってもらいたかったんだが。絵のモデル？なんだ紛らわしい。ではもしよければあなたに。冗談はよさないか。まったく、どいつもこいつもちと緊張感が足りないんじゃないか。まあいいじゃねえか。少しくらい休まねえといざって時に倒れちまうぞ。それはそうだが、しかしお前改めて見ると興味深いな。なあ、お前みたいに人間じゃなくても喋れるトカゲは他にいるのか？トカゲじゃねえって言ってんだろ。トカゲじゃねえけど、オイラと同じようなやつは見たことねえかもな。そうなのか。この世界でもお前みたいなのは珍しいんだな。まあな、オイラにはオイラ自身わかんねえことが結構あるんだ。わあ、すごく似合ってます、その指輪。でしょ。お気に召しましたか。うん、これすっごくかわいい。お目が高いですね。そのデザイン私も気に入ってるんですよ。ですがそのサイズだけちょうど2つ売れ残ってしまいまして。気に入っていただけたようでしたら差し上げましょうか。ルリアさんもお一つどうぞ。え、いいの？私もいいんでしょうか。もちろんです。でも大切にしてくださいね。ありがとうございます、シェロさん。ありがとう、大事にするね。お揃いですね。いいな。我が輩も人間に戻ったらアンドノと。人間ね、それもまだはっきりしてねえんだろ。はっきりしてなくてもわかるんだ。我が輩は絶対に。ずいぶんこだわるんだな。そんなにあのこと。それはまあ、その我が輩は自分の正体がわからないのが怖いんだ。もし自分の正体がそんなことを考えたら怖くなってこないか。まあそのほらあれだ、正体不明って怪盗っぽくてかっこいいじゃねえか。
もう喧嘩しない。騒がしくてすまない。そう言ってもらえるとこっちも。何やってんだ。でもあの怪盗の言葉を聞いた時なんだか胸騒ぎがして、急にいなくなっちまったらあいつら心配するかな。へっ、心配なんかするもんか。なんだ、どうせおめえのことなんか忘れてみんな楽しくやってるさ。なんだよ、勝手なこと言いやがって。出てきやがれて。無駄さ、オイラはお前、お前はオイラ、お前はお…なあ、本当は今にも心が潰れ…な、何言ってんだ、どうしてオイラが…隠さなくてもいいんだぜ。オイラには伝わってくる、おめえの負の感情の高まりが。自分が何なのかわからねえ、そんな不安で胸がどんどん曇っていきやがるんだ。やめろ、そんなの聞きたくねえ。やっと素直になりやがった。確かめてえよな。でも確かめられるわけねえよな。おめえは怖えんだ、怯えてんだ。正体不明のおめえが仲間のみんなにどう思われてんのかっての。そんなことねえ、そんなことあるわけ。まあいいさ、なら気の済むまで強がってるんだな。くっそー、なんだってんだ。オイラは、そういや、さっきから見ねえな。どこに行ったんでしょう。隠れているとも思えないな。となると倉庫の外、町に出てったのか。まずいな、まだ町には帝国の手のものが残っている可能性もある。私たちのことを知っていればビクンを捕まえて人質にしようと考えるかもしれない。突然どこかへ行っちゃうなんて、こんなこと今までなかったですよね。事件に巻き込まれてなかったとしても、万が一町から出てみろ。ポートブリーズといえども町の外には魔物が嫌がる。どうなっちまうかわかんねえぞ。あいつを探すんなら人手は少しでも多い方がいいんじゃないか。だよな、なんかやべえ状況みたいだし、俺たちも探すの手伝うぜ。団長たちにはいろいろ教えてもらってお世話になったもんね。そういうことだ。世話になりっぱなしじゃ怪盗団のメンツが立たないからな。この世界には明るくない俺たちでも彼を探すくらいなら力になれるか。協力させてくれ。リー君、無事でいてくれ。本当にどこ行っちまったんだ。手がかりなしか。あの子結構目立ちそうなのに。くそ、まさか本当に町の外に出ちまったってのか。行く母、Bさんならきっと大丈夫だから、しっかりしてカタリナ。仕方ない、こうなったら島中を隅々まで探して。
待て待て、これ以上闇雲に探してもしょうがねえ。しかし日も沈んできたっぽいし、マジでこのままだと夜になっちまうな。待て、何か妙じゃないか。何これ、こんな空見たことがねえぞ。なんだあの気味の悪い光景は。この違和感、もしかして。めまいか。今一瞬目の前が歪んだような。これはまさか。ああ、ジョーカーも気づいたか。この感覚まるでパレスだ。パレス？この世界にもパレスがあるの？わからない。ただ明らかに空気が変わった。だが我が輩たちの知るパレスとよく似た気配を感じるんだ。おい待ってくれ、何か知ってるみてえだが。そのパレスと言ったな、それについて私たちにも詳しく説明してくれないか。意地の悪い魔術師がこしらえた呪いを解除するようなもの。そういうのとは違うな。お宝はパレスを何もあって、状況は状況だが、やはり B 君のことが心配だ。とりあえず歩いてみない？パレスなのか何なのか分かんないけど、情報がないと何もできないし。でもパレスに近いならここにもシャドウが出るかもな。気をつけねえと。ここはポートブリーズだよな。街並みはよく知ったままだが。そういえば人が見当たらないな。あそこに誰か。あの人に話を聞いてみませんか。もしかしたら何か知ってるかもしれません。待て、この空間でうかつな行動は。すみません、この町の人ですよね。ルリア、離れるんだ。何か様子がおかしい。離れろ、そいつは。おいおい、まさかシャドウなのか。知っているのか、こいつは一体何なんだ。説明は後にしよう。アルセル！
戦術は一つではないぞ。装填完了、ぶちかます。いただいていた。まか、まか、そこだ。この程度か。まか、そこだ。あなたの心をいただこう。鮮やかな勝利だ。お前さん、今の力は戦勝獣ではないようでした。こいつはペルソナだ。ペルソナ？ペルソナはいわば心に秘めたもう一人の自分だ。精霊、あ、はたまた英霊を従えて行為の術を使う者がいるが、その類なのだろうか。ま、細けえことはいいじゃねえか。俺たちの力が通用するって分かったんだからよ。それでさっきのやつは一体何だったんだ。詳しいことは俺たちにも分からない。ただ俺たちの知っているシャドウという敵によく似ていたんだ。お前たち、さっきあいつらを人間と思って攻撃をためらっただろう。でもあれがシャドウと同じなら心配は無用だ。確か魔物だったか。倒すべきって意味ではそいつらと同じ解釈でいいはずだぜ。やっぱ次々と来んのかよ。一旦ここから離れるぞ。了解した。この一本道を抜けるまでだ。こんな狭い道で挟み撃ちされたらひとたまりもない。俺たちはどこに向かっている。町の外に出るぞ。おそらく待て。うわっ、急に立ち止まるなっての。どうしたのモナ。今何かの影が。あれ、 B さんじゃないですか。あいつ、B のやつ、この妙な空間に迷い込んじまってたのか。 B 君一人でさっきのような敵に出くわしたらまずい。でも B さん、なんだか様子が。ちくしょう、すばしっこいな。ちょっと待て、この通り町の出口に通じているのでは。まだ落ち着けなさそうだな。 B さん、なんだよ。でっけー、これは気空艇というものか。近くで見ると圧巻だな。なぜグランサイファンがこんなところに。今は港に係留されているはずだが。それにこの光景、まるで時間でも巻き戻ったみてえだ。このでっかい船知ってるの。こいつはグランサイファー、俺の相棒みたいなもんだ。でもこいつはあの時俺と一緒に飛んだはずだ。なのになんでまた。クソ、一体何がどうなってやがる。B 君は見つかりそうで見つからないし。すまない、巻き込んでしまって。あ、その、
ごめんなさい、私全然そんなつもりじゃなくて。困った時はお互い様だ。それにこんだけパレスに似た空間が出現したとあっちゃ俺たちも見過ごせねえもんな。この空間にパレスと同じ理屈が通じるなら我が輩たちの方が詳しいからな。その代わり我が輩たちが元の世界に帰る時には力を貸してくれ。適材適所というやつだな。似ている部分も多いし、とりあえずはパレスと同じように考えてみよう。団長たちの船がこの異空間にあるとなると、この異空間の主は団長たち、少なくともこの船に関係している人物ってことだろうな。パレスは主の認知によって姿が変わるんだっけ。おいおいおい、ってことは俺たちの中の誰かがその主とやらだってのか。いや、断定はできない。話を聞くに、この船は長い間この島に置いてあったんだろ。こんだけでかい船なら目立つだろうし、この島の住人がこの船に何かを見ていた可能性もある。 B 君を探すためにはまずこの不可解な状況を解決すべきだと思うが、主が誰なのかわからなければパレスでいうところのお宝にも見当がつけられない。ああ、それにお宝を盗むには予告状を出す必要がある。ここはおそらくパレスではないが、我が輩たちの知るパレスと非常によく似ている。パレスと同じ理屈が通じるならお宝を盗むためにはここでも予告状が必要になるだろうな。なんかはっきりしねえよな。パレスと同じ気配はするんだ。いや、限りなく似ている気配というべきか。だが妙な違和感もある。俺たちにとっての異世界に現れたパレスだから違和感があるんじゃないのか。そうなのか。しかしな、何かが違うんだ、パレスとは。ともあれ今は情報収集に徹するしかないということか。パレスとやらが生まれるのと同じ原理でこの異空間が作られたのだとしたら、この異空間の生成には主となった存在の認知が関わっていますだ。それなら裏を返せば、この異空間にあるものは全て主を探す手がかりになるんじゃないか。そっか、言われてみれば確かにそうかも。じゃあまずは目の前にあるものからだ。早速調べてみようぜ。ほえー、実際乗ってみるとやっぱでっけえな。こんな時まで何のんきなこと言ってんのよ。お前興奮するのはわかるが、もっと緊張感ってやつを。人の大事な。ジョーカー、いけるか。問題ない。戦術は一つではないぞ。装填完了、打ちかますぜ。いただいていた。よっしゃ、くらえ。見切った。せっせ、くらえ。まか、よっしゃ。あなたの心をいただこう。次から次へと。あぶねえ、気をつけな。悪い、助かった。グランサイファーで暴れられてまた動揺しちまってた。気持ちはわかるぜ。自分の大切なもん好き勝手されたら冷静じゃいられねえよ。しかし
こんなところにまで敵が潜んでいると。 B さんが心配です。早く探しましょう。よし、じゃあとりあえず一つ一つ部屋を開けてみるぞ。Nyari Jack Frost susah banget. Nyari Jack Frost itu item. もう船の中に村とはな。お前たちこの場所を知ってるのか。 B たちにとっての思い出の地か。この空間やはりパレスに似ているな。この異空間がパレスと同じだとしたら、さっきも話したようにパレスは主の認知によって姿が変わる。この船フランサイファーに関わっていて、かつこの村にも関係があるのは団長B、ルリア、カタリナの4人だけか。おいおいおい、ってことはその中の誰かが。とても歪んだ欲望を持っているようには見えないが。そうだよ、ここまで一緒に戦ってきたんだし。となると消去法でこの場にいない彼、B が異空間の主となってしまうが。そうだな、 B 君はいつだって無邪気だ。 B 君に限ってそんなことは。何か変だ。ジョーカーもそう思うが、やっぱり違和感があるんだ。パレスにしてはどうにも方向性というか欲望が見えてこない。それにあいつはこのパレスのような空間が現れる直前に失踪してる。しかも街ではあいつらしき影。もしかしたらあいつの失踪だったら、とにかく調べに行こうぜ。考えてても何も始まんねえし。私もそう思う。案内を頼めるか。もちろんだ。のどかな場所だな。こういう状況でなければゆっくり過ごしてみたかったがね。こういうとこでのスローライフって憧れちゃう。おい B、 どっかにいるんだろ。ちょ、バカ、そんな大声出したら敵に気づかれるだろう。終わり、俺たち以外に誰かいるかもしんねえって思って。反応がないな。あまりに静かすぎる。船の時と同じく家の中も探してみるか。マジかよ、また別の場所に繋がってたら今度こそ混乱しそうだぜ。ねえ待って、ここって B 君の故郷なんだよね。だったら B 君の家とか遊び場とかそういう思い出のある場所にいたりするんじゃない。なるほど、言われてみれば。団長、あいつと一緒に住んでたんだよな。家まで案内してくれないか。注意しろよ、鬼が出るか蛇が出るか。おい B、 急にいなくなっちまって心配したんだぜ。何はともあれ無事でよかった。おいらはみんなと一緒に旅を続けて、でももしもおいらの正体が、おいらの居場所は多分ザンクティンゼルとグランサイファーだけなんだ。だったらおは今一瞬。待て、様子がおかしい。おい B、 どこに行くんだ。待
待て、深追いは危険だ。しかし、B 君をこのまま放っておくわけには。さっきの様子を見ただろ。あれはおそらく本物の B じゃない。パレスで言うところのシャドウ、 B の分身みたいなものだ。 B 君の、さっき B の様子がおかしかったのはそういうことだったのか。じゃあ結局この異空間は B 君のパレスみたいなものってことだよね。おそらくはこの異空間で得ていたパレスにしては引っかかる違和感。わからない。まあパレスに似ているだけであって、おそらくパレスそのものではないからな。そもそもただの違和感だし、我が輩の勘違いだったのかも。あの、本当にそうなんでしょうか。え？そのパレスっていうのは私にはよくわかりません。でもさっきあの B さんに会った時、星晶獣の気配がしたんです。星晶獣って、確かこの世界における超常の存在、神にも匹敵する力を持つものだった。はい、一瞬だけでしたけど、でも確かに星晶獣の気配がしたんです。この空間にはきっと星晶獣が関わっていると思います。どういうことだ。我が輩がこの空間でパレスのような気配を感じたのも確かだぞ。どっちかが勘違いってこともねえよな。じゃあそれって、いや、どういうことよ。でもシャドウみたいなのは出てきたよね。前にパレスで見たやつに雰囲気も似てたし。しかし私たちとしては星晶獣の仕業と言われた方が納得はしやすいな。星晶獣が伝説通りなら妙な空間を作る奴がいてもおかしくはねえな。これはそんなに不…いやでもパレスなのか星晶獣の仕業なのかはっきりさせねえと。合わせ技でもいいだろう。二つの意見は調和するはずだ。合わせ技？星晶獣がパレスないしパレスに近い空間を B を主にして作った、そういう話でいい。星晶獣がパレスは、星晶獣がパレスを作っただと？ないし、パレスに近い空間だな。パレスとしては違和感がある以上、完全とは言えないだろう。星晶獣というのは、割と何でもありなんだろう。それなら、こういうこともあり得るんじゃないのか？いや、何でもありっつうか。あ、まあでも、神様みたいなもんだからな。その星晶獣によって、B 君はこの異空間の主にされてしまっているのか。まさか B 君が失踪したのもそれが理由か。星晶獣に連れ去られて。そこだ。パレスの基準で考えるならそこにどうにも違和感がある。これは我が輩たちの持っている情報とお前たちの持っている情報の両面から考えるべきだな。気配がしたのは集中すれば、今も少しだけ気配が。その星晶獣の居場所は探れそうか。うん、気配は空間全体に広がってて、どこにいるのかまでは。しかしどう攻略したものか。本物のパレスなら話は早いんだが。ここはパレスに似ているなら同じような方法で攻略も可能なんじゃないか。つったらやっぱお宝だよな。ここがパレスっぽい場所ならどっかにお宝みてえのがあるはずだぜ。お宝はパレスの核だからな。それを盗み出せばパレスはおのずと消滅する。それが君たちの言う改心か。B君に何か改心が必要だとは思えないが、しかし異空間の主という立場から解放されれば B君を取り返せるかもしれないな。お宝のありかを知るためにはまずこの異空間の主がここをどう認識しているかだ。
この村はあいつにとっての故郷、そうだったよな。そういや、自分でも居場所だとかなんとか言ってたっけか。あと、あのでっかい船、グランサイファーもね。故郷、居場所、ある種家とでも定義できるな。あながち間違いじゃないと思うぜ。 B のやつ、グランサイファーのことをそんな風に思ってたのか。しかし、座礁したグランサイファーはどう解釈する？これは想像だが、これ以上旅を続けることを恐れてるんだろう。恐れてる？なんでだ？それはつまり俺たちと旅をしたくないってことか？いや、むしろ逆だ。ずっと一緒に旅をしたいから先に進むことを恐れてるのさ。あいつは我が輩と同じように自分の正体について不安に思っているんだろう。正体ね。確かに B と同族ってのは見たことないが、それを知るのが怖いことなのか？当然だ。お前たちは自分の中に自分の知らない存在があるのかもって思っちまったらどうする？どうってそんなの。それはすごく辛いんだ。自分の中で信じていたものが我が輩には痛いほどわかる。モナ、あいつには他に居場所がないんだ。この島とグランサイファーだけが密接に結びついていた。裏を返せばこれより他に居場所がないってことだ。あいつはきっと不安に押しつぶされそうになりながらこの空間を一人でさまよってるんだ。そんな、私たちは B さんを一人ぼっちになんてしません。さんにとっての宝物、それってやっぱりリンゴでしょうか？もうちょっと何か他にあるんじゃないかな。ほら、リンゴは食べたらなくなっちゃうし。もっとずっと長い間 B 君が大切にしてるような。パレスが建物なら一番奥。そうだよ、 B 君が大切にしている思い出の場所とか。どう団長、何か思い浮かばないかな？あいつが去って行ったのも、どっちみち考えてるだけじゃ始まんねえ。可能性があんなら行ってみようぜ。いかにもここに魔女が住んでますみたいな禍々しさなんだけど、大丈夫なの？だが実に絵になる光景だ。スケッチしておきたい。危険が増えるってことはそれだけ警戒されてるってことかもな。どうする？一度引き返すか？今は進むしかない。目の前の危険を恐れて大切なものを見失うわけにはいかないからな。うん。これ枯れてね。葉は欠けているし、まばらでいかにも元気がない。B さんたちの大切な思い出の場所がどうしてこんなことに。でもこれおかしくない？周りの木は元気なのにこの一本だけ枯れるなんてあるの？ああ、この違和感を生み出している存在、こいつは重要な手がかりってことだ。何かの暗示かもしれない。こっからどうすりゃいい？ただの暗示だったとして
解決の手がかりにはなるのか？今は思いつかないな。だが、これほど意味ありげなら、もっと何かあるとは思うが。じゃあもうちょっと別の場所も探ってみるのもいいんじゃね？この森の近くの村で育ったんなら、森全体を思い出の場所って考えてんのかもしれねえし。そうだな。まだ可能性はありそうだ。はい。もっと何か他の手がかりも探してみましょう。あれは？どうした？敵か？あ、ごめんなさい。あれに見覚えがあったから。なんだか不思議な気分です。あれからそんなに時間も経っていないはずなのに。ん？あの祠の前にある供え物、もしかしてリンゴか？あの油上がり、よく熟している証拠だ。ここでまたリンゴか。あのリンゴには何か意味がありそうだ。じゃあやっぱりこのリンゴが B さんのお宝で、このリンゴをもらっていけば B さんは帰ってきてくれるんでしょうか？いや、しかしリンゴがお宝というのはやはり。それにお宝は予告状を出さないと現れはしないはず。どうしたのルリアちゃん？変なんです。足元がゆらゆらして。罠だったか。って、おいおい、どうなってやがる。どうすんだよ。攻撃して大丈夫か。本物はこっちにいる。あれは本物の団長がルリアに刃を向けるはず。くそ。いただいていく。終わりだ。終わりだ。奪え。消えろ。この程度か。終わりだ。いただいていく。この程度か。あなたの心をいただこう。今のは一体？リンゴはあいつの大好物。それを触ろうとした瞬間、偽物の二人が邪魔をした。くしゃ。え？今 B 君の声聞こえなかった？てめえら、よくも二人を。あ、B さん、こにゃこにゃ。それに、ルリアも。B さん。悪い。おいら、お前とルリアがやられちまったと思って。私たちは大丈夫ですよ。だから、安心してください。ったく。
急にいなくなるから心配したんだぜ。でも見つかってよかったね。ひとまず休めと言いたいところだが、悪いがこの様子、おそらくこの異空間の支配者である、この空間はおそらく青少女がお前を主にして作ったパレスのようなものだ。とりあえずこうして合流はできたが、この空間を放っておくわけにもいかない。この異空間にはおそらくパレスと同じ攻略方法が通用する。それでパレスを消滅させるにはお宝を盗む必要があるんだ。そう言われてもオイラもよくわかんねえんだ。気づいたらここにいてよ。なんかポートブリーズで変な声が聞こえてきて、それからか。変な声、それ詳しく説明してくれ。B 君自身の声が。それはもう一人の B。 しかしそうなると、その時点ですでにこの空間を作った青少女は B に干渉してたのか。しかし肝心なことがつかめねえよな。あのお宝っぽかったリンゴも結局消えちまったし。いや、それでもあのリンゴは重要な手がかりだったんだ。モナ、何か気づいたのか。我が意を得たりとでも言いたげだな。もったいぶってねえで説明しろって。焦るな、順番に説明してやる。だがその前に B、 お前の本心を知っておく必要がある。オイラの本心。この空間は青少女が作り出したようだが、パレスと似た要素があるものだ。パレスにはパレスの主の心、認知が強く反映される。だから鍵はお前の心なんだ。お前、自分の正体を知るのが怖いんだろ。なんだよ。ビー君、ここは隠し事なしでお願いしたい。そうだよ、変な声っていうのもそのことに関して喋ってた。オイラ不安だったんだ。もしもオイラがとんでもねえ化け物だったら、旅を続けられなくなってみんなにもきっと見捨てられちまう。そう思ったら怖くて。オイラは魔物でもなけりゃ多分青少女ってわけでもねえ。じゃあ何なんだよって。 B さん、悪かったな、辛いこと言わせちまって。だがこれで我が輩の予想が確信に変わった。さて、さっきの状況を思い出してほしい。我が輩たちがリンゴに触れようとした時、団長とルリアの影が現れただろう。あれは今までにない反応だった。つまりあれこそがこの異空間の核とも言えるんだ。あれが B 君にとっての団長とルリアちゃんへの友情や信頼の投影ってこと。うん。私にはまだ B が心の支えにしてるもの、いわば心の拠り所ってとこか。 B にとって二人は自分を守ってくれている存在であり、自分が守らなければならない存在。その潜在意識がリンゴを守る二人。しかしどうしてそれが B 君を苦しく。それでは友情や信頼がまるで悪いもののように聞こえるが。親しいからこそその関係を壊したくなくて秘匿するようなこともある。大切だからこそ不安になることもある。そういう経験は誰にでもあるんじゃないか。確かに思い出や友情ってのは時にしがらみになっちまったりするからな。それが歪んだ形で現れたのが先ほどの不安な思いということか。
そういうことだ。つうことはリンゴが今回のお宝ってことか。その可能性が高い。だがまだ腑に落ちないことが。オイラ、何か。レコ、おいおい、これは本当にビー君なのか。いえ、これは星晶獣です。さっき感じた気配と同じです。じゃあこいつがビーをパレスの主にしてこの空間を作った星晶獣なのか。来るぞ。戦術は一つではないぞ。装填完了、ぶちかますぜ。どでかい風穴開けてやろう。いただいていく。消えろ。フェアに行こうぜ。はっ、くら、まか、そこだ。奪え。はっ、せまが終わりだ。さあ始めるとしよう。に来た。まがまが、そこだ。私が相手になろう。ここからが勝負だ。はっ、まが、そこだ。任せろ。で、おしまいだ。あなたの心をいただこう。見たところ大丈夫のようだ。しかし今の姿は。今のはどういうことなんだ。突然敵に変身した。それだけを見ればここにいる B はおそらくシャドウだ。この B とは別に本物がいるのか。しかしここにいるこいつがシャドウだとは思えないし。それなんだけどよ、みんな聞いてくれ。この空間を作った星晶獣の正体が分かったんだ。そいつは自分のことをダンタリオンって名乗ってやがった。お前の力を獲得し空と星の覇者になるとかなんとか言ってたぜ。星晶獣ダンタリオン。ああ、でそいつはオイラの中に隠れちまったみてえだ。お前の中に隠れた。なるほどな。それならさっきのことも本物のお前がここにいることも説明がつく。つまりそのダンデライオンってのが今回の黒幕だったっつうことか。それタンポポ、ダンタリオン。話がややこしくなってきたが、そうなるとそいつの目的は何だ。この空間は何のために生み出された。あいつはオイラの持ってる力、それが何なのかはオイラにもよくわかんねえけど、とにかくそれに目をつけて
オイラをこの空間に閉じ込めようとしてたらしい。さっきの現象を見るに、B 自体を乗っ取ろうとしていると言ったところか。そうみてえだ。気を許すと、なんかの拍子で意識が飛んじまいそうだ。だが、彼の中に隠れているとなると、どう対処したものか。ルリア、どうにかできそうか。それが、B さんと同化しているせいか、うまく捉えられなくて。くそ、汚ねえ野郎だな。あのリンゴも消えちまったし、ここまで来て手詰まりかよ。B さん、みんな離れろ。あいつがまた出てきやがった。なら今度こそなんか手が。ダメだ、こいつはもっと。んだ、さっきよりでけえ。さっきよりは強くなってます。きっと兄さんとの同化が進んだから。これじゃあ私にもどうにも。まずいぞ、さっきとは比べ物にならない力だ。みんな伏せろ。おいおい、マジかよ。バトルものの漫画じゃねえんだぞ。みんなこの場を離れろ。また来る。嘘でしょ。ここメメントスだよね。私たち元の世界に戻ってきたの？いや、これは戻ってきたというより、あの黒い竜の攻撃であちらの世界から弾き出されてしまった感じか。助かったのか？けどなんかすっきりしねえような。みんな混乱してるみたいだな。我が輩も何がなんだか。団長、ルリア、B、このままでいいんだろうか。なんだ囚人、あの星の獣に排除されて逃げ帰ってきたのか。ま、向こうの世界がどうなろうと知ったことではないがな。情けないものですね。これではあちらの世界も浮かばれないというものです。そうだぞ囚人、自分たちが世界を渡った意味がわからないのか。貴様は世界を渡り、その先ではちょうど貴様におあつらえ向きの事件が起きていた。これをただの偶然と捉えるのはいささか無理があると思いませんか。貴様らは迷い込んだのではない、招かれたのだ、あの世界にな。何のためなどとは聞かないことです。あなたはそれがわからないほど愚かではないはずですよ。まあ、お前らが必要だと思うならばやればいい。おい、このスナックしけてんぞ。え、今日開けたのにもう？あ、ほんとだ。せっかくの新商品だったのに。今の季節は湿度が高いからな。我が輩も
毛がブワーっとなって重たいぜ。梅雨か。どうしようもないとはいえ厄介なものだな。日本画にとって適切な湿度は油絵よりはやや高いが、それでも過度な湿気は良くない。下に飾ってあるサユリは大丈夫か？今のところはな。俺が定期的に確認しているし問題ない。なー、梅雨鬱陶しい。ジメ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 。うるさい龍二、余計に鬱陶しい。スカーッと晴れた青空が恋しいぜ。